シャドウガーデンについての近況報告は以上よ。まだ聞いていないことがある。私の近況聞きたいの？変わった人ね。おいしいものを食べているから幸せなのか、シドと一緒だからそう感じるのか、きっと後者ね。ガンマが開発している炭酸飲料をもらったわ。刺激的な味だけど舌がピリピリしてちょっと苦手ね。あなたから教えてもらった料理どれも美味しいのだけど、カレーだけはダメね。スパイスの辛さにどうしてもなれないの。このドリンクは外れね。メニューを全制覇しようとしているんだけど、当たりより外れの方が多いのよ。コーヒーがブラックでも飲めるようになったの。あなたの目の前で砂糖を入れるのがなんだか恥ずかしくて。あなたって妙に流行に敏感よね。流行があなたについてきている。そうでしょう。分かっているわ。最近七影の間であなたが教えたにらめっこという遊びが流行っているんだけど。え、私と勝負？しないわよ。しないからね。最近の趣味は新人教育方法の考案かしら。ようやく体系的な方法論が確立してきたわ。まあベースはあなたに教わったものだけど。最近のあなたの話を聞かせてもらっていい？堅苦しいことは抜きでいいわ。私とあなたの仲だもん。嫌いな異性？相手の思いに気づかない鈍い人よ。全てを見透かしてるくせに心にだけ気づかない、そういう人は大嫌いね。あら、お腹が空いている時の顔ね。よかったら後で何か作るわよ。遠慮しないで。あなたが食べてるところを見るの好きだから。ずっと悩んでいた組織編成の解決方法を思いついたわ。考えが行き詰まった時はこうやって休息を取るといいというのは本当ね。アレクシア王女からお菓子をもらった。恋人ごっこが本気にならなければいいけど、もちろん王女の方がね。お腹が空いた？私の分だけならあるけど、あげないわよ。遅刻してきた罰。もう分かった。半分こね。私の好みの異性が気になるの？そうね。私より強くて頭が良くて信念のある人。あなたの横にいるとどうしても理想が高くなるわね。珍しい茶葉を見つけたの。いい香りよ。ガンマにあげるつもり。彼女なら黄金の葉に変えてくれるはずだから。三つ星紹介で新商品の試食品をもらった。へえ、美味しいわね。商品名は大学院？変わった名前ね。好きな食べ物？キャラメルかしら。あなたの英知をガンマが形にした砂糖菓子よ。携帯性
保存性ともに優れもので気に入っているわ。え、口の端にソースがついてる？さっきの食事の時かしら。いい、自分で拭けるわ。もうこれじゃあ私が子供みたいじゃない。ずいぶん外が騒がしいわね。またデルタが暴れてるみたい。ボディースーツに拘束機能をつけようかしら。ガンマのおかげで給仕係も充実したわ。教団の視線を気にすることなく、ゆっくり紅茶を楽しめるのは嬉しいものね。城が少しずつ拡張されてるの気づいてる？隠し部屋や秘密の抜け道も増築中よ。って急に目が輝き出したわね。ディアボロス教団を潰すことができたらシャドウガーデンはどうなるのかしら。いえ、今考えることではないわね。あなたの顔を見ているとなぜだかホッとするの。私にとっては大切な癒しのひとときよ。ね、もっとよく見せてくれない？